トヨペットトレーラーコーチは、トヨタ自動車が1960年に発表した、キャンピングトレーラー。小モデルとして公開され、販売には至らなかった。日本国内のメーカーの手による、ある程度の数の量産を想定した初めての、モデルとして発表された、小モデルである。キャッチフレーズは、走るスイートホーム。当時の日本のキャンピングカー市場は、 自走式であるかトレーラーであるかを問わず、輸入モデルあるいは特注仮装しか選択肢がなかった。一軸の箱型トレーラー。経営時に車体上半分を折りたたみ、使用時に展開させるテント構造とし、前高を低く抑えた。これによって、重心を下げ、前面投影面積を小さくして、空気抵抗を減らすことで、親車両の操縦安定性の確保と負荷の低減を、 はかり、受風面積が減ることで欧風によるスネーキング現象の発生を抑え、運転中の後方視界を確保した。就寝定員は大人3名、子供1名。ベッドは昼間時のソファーとケミ用の組み立て式。車体が折りたたみ式ボディのため2段ベッドではない。ベッドスペースを確保しながら、運転時に扱いやすい大きさまでサイズを詰め。 全長 3300mm、全幅 1.920mm とした。小型車枠の変更により、全幅上限は 1500mm から現在に至る 1700mm に変更されていたが、当時の感覚では大きかった。しかし室内項は十分とは言えず、大人が立てる寸法ではなかった。室内には、ガスレンジ付け調理台が装備された。後背面に出入り口。 開閉化で十分な大きさの窓が左右側面と後背面に装備された。前面にはトイレが車外に張り出し、またそのため窓はない。車体シモハンはスチール製でホイールアーチはない。微灯は初代コロナの流用である。車体は各パイプ溶接のフレーム式でトーバーも一体である。サスペンションはリーフリジットで、 完成ブレーキとレバー式のパーキングブレーキを持つ。ホイールには1950年代のトヨタ車に共通の中心に丸みを帯びた T マークがプレスされたメッキのハーフキャップが備わる。1960年10月の第6回全日本自動車賞への出品のほか各地の展示会でも披露されカタログまで用意されたが自家用車の普及もこれからという時期でもあり 販売には至らなかった。この自動車ショーの直前に発表された強力な 1.900cc の 3R 型エンジンを新たに搭載した RS30K クラウンが経営者として想定されており共に展示された。各種走行実験もクラウンで行われた。フランスベッドから本格的なキャンピングトレーラーであるキャラベルウェアが登場するのはちょうど10年後のこととなる。 ありがとうございます。